そうか。俺が時飛ばしを使う直前、時間にしてほんの一瞬、お前は超人的な速度で動いている。5m。俺は瞬間的に移動速度を数千倍にアップできる。道理で見えないわけだ。次にお前はこう考える。なぜあいつは時飛ばしを使う瞬間にタイミングを合わせて攻撃できるのかと。答えはすぐに出る。はあ？ノーガード、舐めやがって。やっても結果は同じだぜ。音か。時飛ばしを発動させるとき、ほんのわずかだが俺は全身に力を込める。それで生じる筋肉のきしむ音をお前は聞いている。お見事だが、分かったところで対処はできないぜ。人が行動を起こすとき、必ず肉体は音を奏でる。それが特殊能力ならなおさら。だったら周りで大きな音を立てればいいじゃん。ブブゼラだ、マイブブゼラ持ってこい。攻略できても俺を倒せはしない。強がりはみっともないぞ。どうかな。圧勝だな。いや違う、あのヒットとやらディスポのスピードに慣れてきている。何？その証拠に攻撃を受けつつも急所は避けている。もしやわざと攻撃を受けているのか。これは罠だ、クジ。ああ、俺に任せてくれ。とどめだ！しまった！よっしゃー！もらった！ディスポ、落ちちゃった？あとがないのは貴様の方だ。